皆さんこんにちは。見て見て社協です。さて、新年度が始まった4月1日、私たち松阪市社会福祉協議会の本所と松阪支所の事務所が移転しました。また組織の一部改編もありました。今回はこの事務所移転と組織の一部改編、合わせてそれぞれの業務内容をご紹介させていただきます。まずは本所はこちら、都の町にある松阪市福祉会館です。旧松阪公民館がリニューアルされ、松阪市福祉会館に生まれ変わりました。ここ松阪市福祉会館の一部に松阪社協本所の機能が集約されました。フッキー、早速中に入ってみましょう。そうですね、この建物には私たち社協だけではなく、老人クラブ連合会や松阪保護司会などの事務所も入っています。松阪市福祉会館の2階に上がってきました。本所には総務課、在宅福祉サービス課、福祉のまちづくり課の3つの課があります。総務課は人事や経理などの業務を行っています。在宅福祉サービス課は介護保険や障害者総合支援事業の統括を行っています。そしてこちらが福祉のまちづくり課です。今までは地域に対する支援を福祉のまちづくり課が、個人に対する支援を地域生活支援課が行っていました。しかしこの2つの課は連携が必要なことが多かったので、よりこの連携を強化するため1つの課に統合しました。福祉のまちづくり課の旧松阪市内地域担当者は7月に完成予定の新松阪支所に移ります。地域担当者は各住民協議会や地区福祉会など地域の皆さんが行う地域福祉活動のお手伝いが主な業務で、仕事をする場所は変わりますが、業務内容は変わりません。また、地域生活支援課内で業務を行っていた障害者相談支援センター、フクラムも同様に新松阪支所に移ります。その他の業務は、今までのものを引き継ぎ、地域の皆さんにより信頼される支援を目指していきます。はい、現在鎌田町に新松阪支所を建設中なんです。こちらが新松阪支所完成イメージです。この建物に旧松阪市内の地域担当者や障害者相談支援センターフクラムが入ります。また合わせて旧松阪支所内にあった居宅介護支援事業所と訪問介護事業所も新松阪支所に移転します。他にも嬉野三雲で事業を展開していた居宅介護支援事業所が嬉野支所へ一本化、飯南飯高で事業を展開していた居宅介護支援事業所と訪問介護事業所が飯高支所へ一本化しました。今日ご紹介した新しい組織体制については、7月に発行する社協だより、こんにちは社協ですに折り込みチラシでもご紹介する予定です。より一層のサービス充実に努めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の見てみて社協ですはこの辺で、次回もまた見てくださいね。